ナポレオンダイナマイトは2004年のアメリカ映画。日本では劇場公開されずバス男の放題で DVD 化された後ナポレオンダイナマイトと解題された。アメリカで公開された20世紀フォックスハイキューのスクールコメディ映画。2004年にアメリカのミニシアターで小規模公開されていたが口コミでの話題から全米公開のヒット作となった。構造としては 本作の監督である、ジャレット・ヘスの学生時代の終作である短編映画、ペルカをベースとして大幅に膨らませたもので、そこで用いられていた演出や表現を散りばめて作られている。ビバリーヒルズ青春白書のような都会の金持ちのかっこいい理想的な高校生活とは、全く対極的な田舎のダサくてさえない高校生たち三人の友情物語であり、 思い出すのも恥ずかしいほど不器用な実際の青春時代というものをオフビートかつコメディタッチで肯定的に描き出したことからかえって多くの人々の教習と共感を呼んだ。また、いわゆるカルト映画の一つともみなされており、ボートフォーペドロと書かれた T シャツが業界人に流行しただけでなく、キャラクター人形などの関連商品展開も行われている。 夫妻で共同脚本を担当したジャレット・トジェルシャや主演俳優のジョン・ヘダーは皆ブリガム・ヤング大学の卒業生であり、経験なモルモン教徒でもある。そのため、この映画には、いわゆるカースワードなどは使われていない。日本では劇場公開されず、アメリカでの公開終了後にバス男という日本語題でビデオ映画として発表された。 ビデオ発売時の日本語題、バス男は、主人公のナポレオンが、バス通学をしているということだけから、当時日本でヒットしていた、電車男に偽タイトルを付けられた。また主人公が、オタク風というだけで、電車男に似ている要素はほとんど存在しない。さらにパッケージには、キターアーアーアー、などという、電車男を想起させる文言も書かれていた。 反則目的で付けられた、この日本語題は国評されることが多く、日本一最悪な日本語題と言われることすらあった。このため日本でも現代そのままのナポレオンダイナマイトで呼ばれることもあった。2013年10月には、電車男ブームに便乗したタイトルを付けたことに、対する謝罪文をつけて、現代のナポレオンダイナマイトへ解体して、再発売された。 間補修の偏僻な田舎町に住み、引きこもりの兄切符やオフロードバイクが趣味の祖母と三人暮らしのナポレオンは見るからに冴えない高校生。自家用車もないため、小学生が主な乗客であるスクールバスで高校へ通っては変わり者としていつも周囲に馬鹿にされいじめられている。ところが祖母は砂漠でバイク事故に遭って入院し、 かつてアメフトでレギュラーに選ばれず未だに未練がましく、ふすぶり続けているおじのリコが保護者代わりとして家にやってくる。また、学校ではさえない変わり者のデビーやメキシコ系移民の転校生ペドロがナポレオンと友達になる。すると、ペドロが生徒会長選挙に立候補したいと言い出す。ナポレオンとデビーは、なんとかペドロを当選させようと奔走する。 ナポレオンダイナマイトのキャスト、ありがとうございます。